ファイアパンチ、星1。氷河期のことを氷の悪魔のせいにするくらい文化や文明が崩壊した世界で、超再生能力者の主人公が食料に困った人族の若者が村のために毎日自分の腕をお裾分けしていたら消えない炎の狂信者に自分の性的な意味でも愛する妹を燃やされたので、そいつの消えない炎と超再生能力が均衡して消えない炎をまとう筋肉ムキムキマッチョマンの裸の変態マンになってファイアパンチするシナリオ。今をときめくチェーンソーマンの作者が作った過去の漫画。前半とシナリオの導入の部分がとても湧く手かを引き出してくれて読んでいてあれ？これって超大作の予感かも？と思わせてくれたが1巻以降一気に失速。最後のオチなんか、もう僕考えるの疲れた白いイルカが見えるといったオチで締めくくったファイアパンチな作品。途中何十年と月日が経って、自分の不老不死の子供をカルトの教祖に仕立て上げた張本人が自分の子供に、死後の世界のことを聞いたりするシナリオとかこの世は薪と人でできているとかキラリと光る部分はある、後画力がとても高い。この作家はセンスはあるんだけどシナリオをまとめたりわかりやすく表現するっていう構成力が弱いのと、あと新しいアイデアを整合性よりも優先するから、後半になればなるほどシナリオが破綻していってしまう傾向があるので。